Listening Comprehension. Short Talk.この教室の魅力はやはりこの移動式の机と椅子があることだと思うんですね。そうすることによって学生同士がこう座って、自分の好きなところで集まって自由に意見交換ができるっていうところですよね。設置型の普通の四角い机だとどうしてもこうなんていうか学生同士の間の距離も遠くなっちゃって自由な意見交換自由活発なディスカッションってしにくいと思うんですけど、このように自在に動き回れるようなこの椅子机があることによってより学生同士の距離も縮まりますし、先生方も学生のところに行きやすくなりますから、学生と先生方の教員の間の距離というのも縮まってきて、密に指導ができるというところが良いところだと思います。一番手前に置いて右回りだったら時計回りだったら逆に、4番を一番手前に置いて時計回りだったら